筑生市立下立中学校は、茨城県筑生市岡瀬里にある公立中学校。筑生市の中核をなす公立中学校。通称は、下中または、館中。生徒会活動などが活発なことで有名な学校である。教育目標力のある人間となる目指す、学校像を目指す、教師像群を守りたい学校内のいじめを撲滅することを目的に作られた。 各学年各クラスに存在し、君を守りたいクラス隊長が存在する。下中しぐさマナーは、心のオアシスワードこれらの言葉が、たくさんあふれる下立中学校にしましょう。が存在。1.3号運動1分前着席、3分前入室、5分前移動を略して、つくばみね遥か日は生えて平和輝く朝明らけ希望に、燃ゆる眉をあげて、 学びの道をたるみなく励めしもだて中学校本業の流れ水記憶世紀明けゆくこの窓に地徳を磨き身を鍛え真理の扉開きゆく青毛しもだて中学校日立の平野具も晴れて風も緑の学者に世界を結ぶ文教の理想を目指し和やかに集えへしもだて中学校会長副会長役員ほとんどが市内の茨城県立しもだて第一高等学校か 茨城県立下立第二高等学校に進学する。その他、茨城県立下妻第一高等学校、AB 畜生私立小中学校通学区に関する規則、ありがとうございます。